数日後。思ったよりも条件が厳しかったな。年収1000万円稼いでも庭付きの物件すら都内は厳しいなんて。私も計算してみたんだけど結構ギリギリかも。整理してみようか。俺の名前は下田、42歳。食品メーカーで働く、どこにでもいるサラリーマンだ。俺の夢は庭付きのマイホームを建てること。それも都内に豪邸だ。おかえりなさい。あら、何かいいことあった？ああ、大口の契約が決まったんだ。おめでとう。ありがとう。新卒から働き続け20年余り。毎月のノルマこそ多いが、人並み以上の給料はもらっている。自慢の妻は専業主婦。二人の子供にも恵まれ、帰ったら毎日家族団らんで飯が食えるというのは本当にありがたい。俺の会社では契約に対するインセンティブの他に、毎年の契約数に応じて月給に手当がつく。今回の分で年収1000万は達成できるぞ。本当に？確かに今年はかなり残業もしてたもんね。種見も今年から高校生だし、それだけ稼ぐために頑張ってきたからな。お前が支えてくれたおかげだよ。ありがとう。いえいえ、日々の頑張りのおかげだと思うよ。それでな、これを機に引っ越しをしようと思うんだ。年収1000万超えたらマイホーム買うって言ってたっけ？うん、自分の一軒家に帰ってくるってのは夢だったんだ。あとは子供の結婚式を見ることだけかな。あー、結婚式号泣しそう。どうだ、今度の日曜日に不動産に行ってみないか。こうして俺は夢のマイホーム購入への一歩を踏み出したのだった。数日後。思ったよりも条件が厳しかったな。年収1000万円稼いでも庭付きの物件すら都内は厳しいなんて。私も計算してみたんだけど結構ギリギリかも。整理してみようか。年収1000万の場合、金利にもよるけど、借り入れ限度額が5800万くらいかな。仮に固定金利が 1.5% で、ボーナスの支払いが20万円なら、7500万円が総支払い額。35年ローンで毎月の返済額は17万円弱。今の家賃が13万だから、年収1000万になったら、まあ4割近く家賃に消えることになるけど、なんとかなるくらいかな。そんなに多いのか？家はどの辺にしようとかあったの？埼玉あたりなら大きめの家が建ちそうだけど。それはやっぱり23区山手線のいいところに。新築だとほとんど候補がないかも。俺の夢が。現実に直面したが、それでも自分が借り入れられる範囲で借りて、俺は35年ローンでマイホームを買うことにした。ただ想像していたような生活を送れるわけではなかった。ちょっと聞きたいんだけどさ。何？どうかしたの？お小遣いは引っ越しのタイミングで増やしたでしょ？いや、年収も実際に増えたしさ、家計に余裕はあるのかなって。ああ、それなんだけどね、ちょっと相談があるの。どうかしたの？単刀直入に言うけどね、実はそこまで生活に余裕が増えたわけじゃないのよ。本当に？豪邸に住んでるわけでもないのに。豪邸に住まないって言ったって、一軒家建ててローン払ってるんだから、そんなに余裕はないよ。年収1000万円のサラリーマンだとね、社会保険料142万円、所得税69万円、住民税57万円って感じになるらしいの。合計でだいたい268万円。我が家は配偶者控除もあるから、手取りはだいたい730万円になるんだよね。うちもだいたいそれくらいになると思う。3割近くも税金として払うことになるのか。ちなみに年収800万円の頃の手取りは600万円くらい。年収は200万円増えても手取りは130万円しか増えてないんだよね。収入に対する税金の割合ってどのくらい？例えば手取り400万円であれば 19.6%、 600万円なら 21.8%、 800万円で 24.5%、1000万円だと 27% くらいになるかな。それで思ったよりも手元に残るお金が少ないのか。
一応そういうのも考えてローンのお金とか決めてたけどさ、意外と手元に残るお金が少ないのよ。子供の大学の費用も貯めておかないとだし。確かにな。でも俺の知り合いに夫婦で公務員の人がいて、世帯年収1000万超えてるけど結構自由にやってるみたいだったぞ。世帯年収かどうかでだいぶ違うからね。夫婦がそれぞれ500万だとしたら手取りは800万くらいになるんだって。そこでも違いが出るんだな。私たち前よりはいいところに越してきたじゃない。ご近所さんとかママ友とかご飯行くとやっぱ前より少し高いところに行くのよね。それは俺で言う接待費だろ。ご近所さんとの付き合いはしておかないとだしな。俺も収入が増えた分、職場とか学生時代の後輩にはおごらなきゃいけないし。生活的にすごい苦しいわけじゃないのよ。でもすごい余裕があるってわけじゃないの。なるほどな。年収1000万でもそんなに余裕があるわけじゃないって思ってたけど、思った以上に大変なんだな。外食増えたのもそうだし、気軽に買い物するのも増えたのよね。営業カバンもいろいろ新調したしな。それは必要経費なんでしょ。どっちかというと日用品にお金かけるようになったじゃない。スーパーでも値段を見なくなったかも。美味しいお肉はやっぱり高いのよね。日帰り温泉旅行にも何回も行ってるしな。調べた感じだとやっぱりそういうところで無理して生活が苦しくなってる人はいるっぽい。ああ、貯金ができない人の話を聞いた時は不思議だったが、こんな感じだったのか。私も気が大きくなってたのかも。どっちかというと俺だろ。旅行に行こうって言ってたのは大体俺だと思うし。新生活のスタートだしって言って甘くなってたのはあったかもね。私も働きに出ようか。子供たちも大きくなってきたし。難しいところだな。お前が働きたいなら別だが、贅沢をするために働くほどのことでもないとは思う。無駄な出費については我慢するしさ。家も大きくなったから掃除とか結構家事も大変だしね。わかった。ちょっと節約する方向に生活のスタイルを変えましょう。そうだな。他にも細々した部分に年収の影響は出るらしい。大学の奨学金も年収が一定以上超えると受給できないものもあったし、児童手当が所得によっては給付されない場合もある。もちろん余裕がない人のためにそうした制度があるのはわかるのだが、納税金額が上がってるはずなのにそうした手当などが受けられなくなるのは少し矛盾を感じるところもある。それから俺たちは外食についても極力控えるようになった。もちろん子供たちの啓示にはお祝いはしたが、せいぜいそのくらい。年収700万の頃とそこまで変わらないか質素になったくらいだ。ローンの費用や奨学金が利用できないことを考えると、どうしても節約して貯金しておかないとという気になる。ふう。どう？まあ将来のことを考えても今の生活のままなら少しは余裕があるかな。そうなんだ。それならさ、少し相談があるんだけど。ああ、知ってるわよ。子供たちに先に根回ししてたでしょ。これだから営業マンは。いやすまん。まあいいでしょ。来週見に行こうか。本当か？ならもう店舗は調べてカタログももらってるから、お前も見てくれ。もう全く。俺の名前は下だ。夢の年収1000万に到達こそしたが、ささやかな生活を送るごく普通のサラリーマンだ。思ったよりも年収1000万くらいでは金持ちとまでは言えない。家庭があるならなおさらだ。しかし年収1000万になっていいこともある。例えばマイホーム、例えばお小遣いから後輩に酒をおごっても余裕がある。例えば、ただいまーシロー、ワン、マイホームで犬を飼うとかである。チャンネル登録、高評価お願いします。動画が面白かったら Twitter でもつぶやいてみてね。